素直になりたい恋心よ、私にきっと幸晴れ、雨の日晴れを持って笑って可愛いねって照れくさい。疲れた。よいしょ。うかわいい背景水色になってるんじゃけど、こっちスパン。ベトクルさんマシュマロありがとう。レンさんハントありがとう。カイトさんレンさんマシュマロありがとう。月曜日お疲れ様。ちょっと前髪がやばいのはちょっとしゃあないかなって。スパルマシュマロありがとう。疲れた。テンさんハート、あ、キャンディーありがとう。ケロッピです。可愛くない？元気ですか？本当にラブラブイさんハートありがとう。え、間違えた。間違えた。ラブラブイさんハートありがとう。ヒラテクさんマシュマロありがとう。そう、今さっき帰ってきました。マジでもう2秒前ぐらいに帰ってきました。お疲れ様、ありがとう。学校終わった後に行ってきました。おつぼん、くるみちゃん、マシュマロありがとう。ねえ、バタースカッチね、ミュエル大好きなんですよ。本当に悲しい。なあ、これわかんない？今話してる内容わかんない人は X 見てください。え、なんかさ、なんかびっくりしちゃったよね。なくなるの？悲しい。バタースカッチ、え、そう、ちっちゃい頃から食べてたのね。え、めっちゃ好きで悲しい。クリミーありがとう。マシュマロ、ユウさんマシュマロありがとう。ゴンヌスケゴーラクさんマシュマロありがとう。トラさんマシュマロありがとう。見直し見逃してて本当に出てきてありがとう。そう、今日はもう帰ってきたら、え、もうなんかできないかなと思ったの配信けど、いや、いけると思ってちょっとなんですけどやります。大急ぎです。ポンさんマシュマロありがとう。クリミハントありがとう。オノピー柏木さんありがとう。マシュマロ、カニシカさんハート、キャンディーありがとう。スバルトールさんマシュマロありがとう。キッチンさんマシュマロありがとう。もかり待ってます。みんな話し会待ってます。そう、3月12日もね、僕の太陽公演があるのでお待ちしてます。花黒さんマシュマロありがとう。東京のまさみさんありがとう。かわいいペンギン、ペンギンのありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう。トロさんハートありがとう。奈良倉さんありがとう。マシュマロ、それなチェルシーなくなるのマジで悲しい。食べてたの昔から。あの、ミエが今話してる内容が分かんない方は X 見てみてください。え、マジで辛い。ちょっと悲しいです。痛い、ちょっと、悲しい。こんなこんなすけごろくさんユーニャマシュマロありがとう。東京のまさみさんハートのキャンディーありがとう。ヨーグルトも好きなんだけど、ミエはそのピンクのバターのやつが一番美味しかった。え、なんかもうあるものだって思ってたからさ、急に別れが来ると悲しいです。ゆきまくんマシュマロありがとう。太陽屋さんキャンディーありがとう。小学校の頃は私がチータワーク一気に食べて、えぐっ、背歯溶ける。最近の子、え、なんか最近の子っていうか普通にちっちゃい頃に食べとったんですよ。なんかずっと水泳やっとったんだけど、水泳の時に、あー疲れた、いただきますみたいな感じでもう食べてたの。確か体操が終わった後とかも食べてた気がする。エルベンさんキャンディーありがとう。イムさんハートありがとう。え、めっちゃ悲しい。ナラニーさんキャンディーありがとう。チェルシーは緑しか食べそうなの。ヨーグルトか
ピンクが好きなんですよ、バターの。めっちゃ美味しいやつ。ヒロさん、ネジありがとう。東京のまさみさん、マシュマロありがとう。こんにちは。こんにちは。3月ですね。東京のまさみさん、奈良西さん、マシュマロありがとう。ドラゆきさん、キャンディありがとう。ユニアンかわいい、ありがとう。オノピーキャンディありがとう。学業大変なのに毎日配信してくれて感謝しかない。でもなんか最近ちょっとね、かぶっちゃって時間と、朝早く起きてやれよって感じかもしれないんだけど、ちょっと申し訳ない。もうさ、期末がさ近くてさ、毎日配信を継続することにとらわれすぎて15分とか20分とかしかできなくなってるのがめっちゃ申し訳ない。でもなんか今はマジで試験週間で、水曜日から水木金は試験なの。試験ってか期末、2年生最後のおでっかいテストだから、そう、それに向けてなんか宿題とかをやらないといけなくて、そう、寝るのが遅くなってしてね、朝起きれないの本当に。すごい言い訳になっちゃうんだけど、そうだから朝今日も配信しようと思ったけどできなくて、ちょっと今20分しかできない状態になってるんだけど、ありがとうございます、そんな言ってくれて。こんばんは。またスカッチなくの嬉しい。ミュウに会いたい病にかかってます。会いに来てください。ハイキン300回の方もありがとう。12日の僕のタイヤ公演当たりました。4列目の嬉しい。でもね、結構ねめっちゃ見えます。こうなんですよ、目線的には。そう、じゃけめっちゃ見えます。タニーさん、東京のまさみさん、マシュマロありがとう。チェルシーがいたのに味の見たことある。でもチェルシーがいいんだよね。ね、モモさん、バラありがとう。誰もありがとう。メンさん、ハートありがとう。ドラユキさん、マシュマロありがとう。バターね、楽しい、わかる。 TC ライダーさん、ハートのキャンディありがとう。それね、3月末で販売終了やから大量買いしよう、本当に。エミューね、なんだっけな、ペロペロキャンディのなんか好きだったやつがあるんですよ。なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、なんか好きなやつがあるんですよ、ミュー。ペロペロキャンディーのなんか、でもなくなっちゃって大好きだったんだけど。ジャガさん、マシュマロありがとう。マサルさん、ハートありがとう。柏木さん、オノピーありがとう。そう、悲しいよね。オノピーありがとう。マシュマロ、少しだけでも配信してくれるなんて嬉しい。おめでとう、ありがとう、本当に。でも今ちょっとなんかもう2年生の期末は捨ててるんですよ、結構もうマジで捨ててるんだよ。3年生から頑張ろうって思ってるから今はいらないと思ってるんだけど、やっぱ課題は出せってちょっと脅されたので、課題はちゃんとやろうかなって思って、今回ちょっとやろうかなって思ってるんだけどって感じ。こんばんは。そう、昨日どうもありがとう。ドキちゃんさん、ひろしさん、マシュマロありがとう。ハチさん、ハートありがとう。中央読んでも安心してもらってありがとう。こんばんは。試験は受信用だから発車16年でありがとう。ミューポンを公園で見てみたいな、見て見に来てほしい。なかなか会えないですけど。ドキちゃんありがとう。マシュマロ、ゆらいしありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。ユニア、虹色の星ありがとう。こんばんは。試験管理役やから、そう。ちょっと心配、怒らない、怒んないよ。逆に変わってほしいぐらいです。そう、2年生後期末試験。こんばんは、ありがとう。バタつなぼくなってきた、本当に。今日前髪上げてるからかな、ちょっとね。もうさっきやばくて、汗がほんまにもうね、むずすぎて熱すぎて、ちょっともう前髪あったんだけど熱っと思ってピンで隠しました。
なので皆さん、あのチェルシーのバタースカッチっていうか、まあチェルシー買いましょう。3月末らしいので、末までらしいので、ひらしさん、ちゃんたさん、左利きの招き猫さん、マシュマロありがとう。宿題はねちゃんとやろうかなと思いますけど、まあ試験は別に今回はやらないって決めてるからやらないんだけど、まあ毎回やってないけど、でも3年生になったら本気で頑張るって自分の中で決めてるから、それはちゃんとやろうかなと思ってます。数学71点って大きすぎて泣く。もうそれさ、もういじめだよ、みゆにとっては。そんなので低いって言われちゃうとすごい。でも71点で低いって言えるのがすごいね。言ってみたい。そう、怖いんですよね、ダニエル。そう、出してくださいって。カニシカさんありがとう、チャンタさん、マシュマロありがとう、キッタさん、キャンディーありがとう。よっぽど宿題は出せないんだね。いや、なんかよっぽどっていうか、なんだろう、普通に脅されてはないけど、いや普通に、うん、自分でやっぱ出そうって、今回出そうかなって思ったから、そう、まあやろうかなって、なんか気が向いたから。ヒエさんありがとう、マシュマロ。みゆ公園のいたい、公園そっちの公園ね。ツボン、代謝がいいのね。代謝がいいっていうか、まあ普段も結構汗かくんだけど、今日に限ってはまあ初めてやる曲だったんだけど、本当に難しすぎてちょっと結構暑くって昨日寒かったね、またね、暖かくなった。チェルシー大人がやんけんね、ガチで。ラム君かわいいでしょ。あの明るいクラウンちゃんより点数取れなかった、何をやんか。別になんもないですね。なんか競わないんですよ、もう。あの2人とも諦めてるから、もう点数低すぎて競っても何も意味ないなって思うから、もう諦めてるから何もなんないかな。な、対決しない。頑張れや、試験頑張れや。なんかさ、命令系で言われちゃうとさ、頑張る気なくしちゃうんだよね。みゆちゃん試験頑張ってって言ってもらわないと、ちょっと頑張る気なくしちゃうかなみたいな。いや、もともと頑張る気はないけど。ひろさんありがとう、マシュマロ。しょ、ストリスファイブさん、キャンディーありがとう。マシュマロもありがとう。ラム君起きてるよ。みゆは僕の100点満点、本当に嬉しいんです。宿題より試験頑張り、いや、宿題、試験より宿題頑張んないとダメなんですよ。だって試験は取れないこと分かってるじゃないですか。だけど宿題って答え見たら普通に出せるじゃないですか、絶対。でも試験ってもう答え見ようがないし、どうせもう0点だから、0点じゃないけど別に、なんかどうせまあ低いから、まあ、そっちは諦めて絶対できる方を私はやりたいなと思ったので、そういう答えになりました。ラベさん200目の方もありがとう。ヨットさん、あやじーたん、マシュマロありがとう。明日もね、ね、言ってた。なんか最近大丈夫なの、毎日と言ってか。なんか最近練習とかをしたらすぐなんか頭がちょっと痛くなっちゃうのね。偏頭痛みたいな起きちゃうかな。今日たちょっとだけなったけど、みんなと話したのでもう元気ですよ。可愛すぎて緊張する。寒暖差。オノピーありがとう、マシュマロ。期末は受験、水曜から金曜までです。水木金の間で3日間にわたって3教科ずつ9教科合計であるんだけどって感じです。留年するよ。留年しないよ、だってまだ中学生だから。中学生で留年はおかしいのでね。イスルシハさん、キャンディありがとう。谷さん、誰もありがとう。めいちゃん試験頑張って勉強してたけどね、本当にありがとう。こういうコメントがね一番嬉しいですね。めいちゃん試験頑張って、頑張るね、頑張れやとか、なんか上から目線でね、なんかきつく言われると、あ、もうやらない、やる気失せちゃったってなっちゃうので、みんな優しく応援してね。
そう、みゆがせっかくやる気になってるからね。中曽根さん、カイさん、イスルシーハーさん、マシュマロありがとう。頑張る気ない、それはね、試験頑張って頑張ります。ありがとう。いいね、コメントいい感じだよ。まず親にお母さん、親も、もうなんか呆れてますね。まあ0点じゃなかったらいいんじゃないみたいな。やっぱ STU の活動をしてるし、それはママも知ってるから。え、なんかでも体操してた時は普通に怒られてたんですよ。点数悪かったら、ちょっと点数悪いじゃんって言われてたけど、今はなんか別に0点じゃなかったらいいんじゃない、でもせめてここは頑張ろうみたいな感じで、感じですね。優しい。もう呆れられてるのかな。谷さん、誰もありがとう。試験頑張ったら幕開いてみて、本当に。え、例えばさ、問題、これがアーからウーだとするじゃないですか。アー、イ、ウエをこの中から選びなさいってあるじゃないですか。こんからこれね。あとしたらみゆいつも、どれに、わかんなかったらどれにしようかな、天の神様のゆとり、てぽてぽぼばぬぼばば、柿の種って言って、これで選んでます、いつも。頭の中にある答えをカンニング、そんなみゆにはできない。なんか、もう頭の中に何もないから。スルさん、マシュマロありがとう。試験頑張ったらね。勉強も頑張って両立させないとダメだよ。そうだよね。頑張ろうとはしてるんだけどね。なんか頑張れない。でも、なんか本当に自分の中で決めてるのは、3年生からは本当に頑張るって自分の中で決めてるから、2年生は甘えさせてほしいです。これはもう自分の中で決めてるから、他の人に何と言われようと知らないって感じですね。じゃけ、ね、授業に行けれなかった日とかも、なんかノートを他の人のを写したりするじゃないですか、普通。けど今までは2年生はね、もういいやって言ってノート提出してなかったんですけど、うん、ノート書いてなかったんですけど、だからノート提出の時に困ってたんですけど、でもみゆは変わろうと思ったので、ちょっと頑張ります。そうだよ、記号問題はね、マジでポイントね、取れるかもしれないから、勘でね、みゆ絶対記号問題だけは書いてる。それでみゆ数学のテスト前あったんですけど、その数学のテストね、全部計算なの、計算とか、なんか答え書くなんなんだけど、あの2問だけなんかあいうえおなの、あ、違う、2問だけ記号問題で、あの1問だけ合ってて、そう、セーフって感じだったから、やっぱ記号問題大事だからね。5教科、いや9教科ですよ、9教科、副教科も入っちゃうけ、頑張ります。学年末考査ね、いや、期末テストですね、後期末テスト、後期末試験頑張りますかと。今年 LJC、 そうですね、休教科もありますよ、そりゃ期末だからね。みゆの学校は2学期制だから、前期末と後期末しかないから、これで結構命かかる。でもその代わりに、なんか中間テストがない代わりに、普通の学校って中間テストあるじゃん、けどみゆはない代わりに、みゆの学校はあの月に2回も2教科ずつテストがあるんですよ。月に2教科ずつ、ん？月に2回2教科ずつ、普通のテスト、100点満点中テストが2個もあるから、そう、大変なんです。普通の中間テストの方がまだ楽じゃない？そんな、そう、しかも範囲バリ長いけね、びっくりびっくり。試験頑張ります。こんばんは。試験頑張って頑張ります。5点やったら褒められる？え、褒められないよ。のぴー、ありがとう。マシュマロ、赤点は赤いっしょね。まあそのぐらい、まあこんだけ取っとけばいいかなってぐらいで。宿題優先、偉いでしょ、やっぱ頭いいからさ。村さん、ありがとう。マシュマロ、おつもん、
そう、消去法でね。でも今回ちょっと頑張りたいなと思う教科は社会。社会が今ペリーとか日米通商通行条約とかそこら辺なんですよ。あと誰だっけ、伊藤博文とかそこら辺だから、まあ、社会は歴史は地理よりまだ好きだから、まあ、とりあえずちょっとだけね、ちょっとだけ勉強しようと思って、答え見ながら、あの答え見た方が頭に入るから答え見ながら書いてちょっとだけ勉強しようと思って、ちょ社会まず頑張る。あとはでもなんか国語文法だから大嫌いだから、もう国語諦めて数学も諦めます。理科も今何やってるか全く分かんない。で英語もなんか英語頑張ってって言われたけど、あ英語はなんかここをやればこんだけ点数取れるよって言われたから、そうじゃあ理科違う社会と英語は頑張ろうと思います。あと副教科はちょっと頑張ろうかなと思います。でぐらいですかね。こんばんは。やればできるかね。やらないだけだから。だってさ、1年生の時めっちゃ頭良かったんですよ。三重の1年生の時の平均だいたい60ぐらいでしたよ。1年生の時バリ頭良かったんですよ。ガチで、これガチね、結構ガチめに。なんか国語は毎回80点ぐらいだったので、三重の全あの最高得点、教科で最高得点85ぐらいだったのけど、急にガクンって2年生になって、そう活動してそう落ちちゃったんだけど、でも3年生からまた取り戻そうって思うから頑張ります。スパイクさん、あんたありがとう。そう、前つけるのめっちゃだるいよ本当に。頑張ります。そう、カニシカさんありがとう。マシュマロリルールさん、ヒクメノもありがとう。でもさ、単語語激しいけちょっと頑張らないといけない。カゴピンありがとう。マシュマロ、試験帰ってきたら教えてね。教えないよ、ん教えないよ。試験だ返すだけの日があるんですけど、そう通商通行条約。 STI さん、ハートありがとう。すごいでしょ60点。今はなんで今は活動をね頑張ってるのでおろそかになってる。ひきまくん、ケイトありがとう。平均60出るくらい、でもなんか別にこのぐらい解ければじゃあもういっか寝ようぐらいの気持ちで、その時は1年の時はまだいたけど、2年はもうこんな気持ちじゃもうやばいので。ポコピンありがとう。マシュマロ、それアナピーありがとう。もしもろ、それじゃあ誰準備します。13位のラクロさん、12位柏木さん、11位イスルシアさん、11位ナナニさん、10位カエタさん、9位ムーラさん、8位チャンタさん、7位ヒロシさん、6位スバル、5位ユエさん、4位スバル、3位アナピー、2位カニシカさん、1位は竹野まさみさんでした。ありがとう、配信見に来てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ、おやすみ、頑張ります。今回は頑張らないけど。 NRR さんありがとう。マシュマロ、 M さん、ハートありがとう。また会いましょう。明日は朝配信です。朝配信見に来てください。 X も見てください。キャンディーなくなるの悲しい。バイバイ。